にちは、佐々木です。本日はメルカリ出品されている撮影写真の中でもモデルが使用された写真があります。この仕入れ先の方は業者が出品されているのでしょうか？という点についてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この動画はですね、こちらのタイトルでですね、こういった風な場合があるかと思いますけど、ぜひね、説明をね、させていただきます。はい。まずこちらですね。これはですね、業者出品している場合も多いんですよ。はい。ただしですね、業者以外もあります。一般ですね。で、一般の方がなぜこういった写真を使うかと言いますと、購入先からですね、写真をダウンロードしてきて、それを貼り付けてね、自分で加工して、出品してます。今、ツールとかはね、無料でもありますので、ぜひね、やってみたい方や、ぜひね、試していたらいいかと思うんですけど、こういったね、一般の方でも別に自分で写真をね、撮影しなくてもね、そっちとこからダウンロードしてきてね、加工して出品することができますので、ぜひね、行っていたらいいかと思うんですけど、この場合ですね、メルカリから目つける、目をね、事務局から出品禁止ですね、アカウント削除される場合もありますので、ぜひね、注意していただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。2件目スタンプお願いします。あと、YouTube が質問に受け付けてません。LINE と登録後によろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。